井山との差が縮まり、トップ争いは一気に緊迫した展開となった。迎えた第3ゲレンデでの大回り。柏木はプレッシャーに負けることなくパフォーマンスを引き出すことに集中する。そしてスタート。柏木自身も納得の滑りで280ポイントをマーク。後続の井山を待つ。スピードがいまいち女が出たんですけど、まあ頑張れたと思います。はい、午前の種目が終わってから柏木との点数差を考えないようにしたという井山。今考えているのはこの種目で最高の滑りをすることだけ。下で待つ観客にアピールするため、迫っていくイメージで大きめのターン構成を意識しながら演技した滑りは、283ポイントをマーク。ついに柏木を逆転することに成功した。最高の滑りするだけだと思った。一旦一旦大事にして、まあ、吉行が滑った時はねちょっと深かったんですよ、まあ、僕同じ班なんですけど結構深かった。健介は前の1個前の班滑った。健介だし滑ってから整備なしで僕らの班だったから、もうなんていうの、まあ、攻めれない。その中で、まあ、吉行の前、能登が滑ってますけど、能登はもうほとんどパーフェクトな滑りしてるけども、能登もやっぱりスピードが上げれないから277点ぐらいかな、7、8点で止まってるし、吉行も同じぐらいで止まってる。そこってやっぱり少しスピードとか上げていかないと、まあ、ポイントは取れないんだけども、技術だけじゃポイント取れないんだけども、やっぱりそこがあの状況では出せなかったですね、ここはでも、まあ、勝負のあやというか、そのローテーションの巡り合わせで我慢しなきゃいけないところなんで、こういう時って必ずあるんで、まあ、でもここで1点また負けたからエンジンかかったんじゃないですか、もう1回。